このチャンネルはご覧の協力でお送りします。さて、今週お話を伺いますのは函館市都市建設部まちづくり景観課の佐藤俊之介さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さんもこの4月から、はい、そうです、配属されました。はい、はい、今のお気持ちは？いや、正直言うと、まあ、すごい今なんて言うんですかね、もう全然わからない何をしていいのかわからないっていう感じなので、前の部署ともそこまで全然関わりがない部署なので。前の部署はどちらだったんですか？一応保健福祉部の湯の川福祉課で一応勤務はしておりました。なるほど。え、でも保健福祉部って言ったらやっぱその地域に住む方々の、そうですね、様々な生活に関わる健康に関わること で、はい、一応業務としては生活保護業務でしたので、まあ、一応その市民の方と直接、まあ、担当している方のお話はまあ聞いたりとか、まあ、一応行政として支援を行っていったところではありますね。はい、はい、そこから今回は町暮らし景観課ということで、はい、正直あの函館市民といたしましたが、はい、都市建設部の中にいくつものいろんな課があって何を一体やっているのか皆さんもお分かりでしょうか？あまりよくね、分からないんですけど、本当に細かくいろいろな課に分かれてて、その地域のこととか建物のこととか暮らしやすさとかっていうのをあの考えながら、まあ、都市建設ですからすごく大きなところでの配属の細かな部署での仕事ってことになるんだろうなと思ってて、そうですね、まあ、私自身も都市建設部で、まあ、やってることっていうのが、まあ、それこそ、まあ、市営住宅とかもそうですけど、はい、まあ、建物のこともそうですし、まあ、僕が配属されたこの街づくり景観課は、まあ、そのハード面だけではなく、まあ、ソフト面、いわゆる人と の、はい、その暮らしとかそういうところも重点として見ているので、いろいろ本当に業務としては幅広いなと感じておりまして、まあ、少しはいろいろこう考えて試行錯誤中というのが、まあ、本音ですね。はい、あの街づくり景観課ですから、もう函館市の中のさまざまなその地域の街づくりっていうところでも、あの関わっていくわけですよね。はい、で今この、まあ、私は、函館西部地区ニュースはこの西部地区のに特化して、はい、この再整備事業が一体どんな風になっていくのか、はい、ワクワクしながら追っかけたいっていう、はい、そんな感じで関わらせていただいてきたんですけども、はい、正直佐藤さん、はい、湯の川でずっと仕事をしてましたって、はい、湯の川ですね。でも反対側ですよね。反対側です。正直今それこそ、まあ、先週から配属になりまして、うん、まあ、ちょっと毎日一応外勤して、はい、まあ、一応外歩かせてはもらってるんですけど、はいはい、まあ、何分土地勘って言いますかそういうのもなくて、ちょっと見つつでも、あ、こんな場所にこんなお店あるんだとか、こんな建物あるんだとかっていう、そういう発見っていう部分はすごい今感じてまして、はい、あとはまあ風景がやっぱり、正直言うと西部地区って結構他の地区とは違うっていうんですかね、はい、一般いわゆる民家っていうのとはちょっと違う、はい、毛色が違うっていうので、はい、景観は本当にすごい面白いなとは思っていますね。はい、佐藤さんご自身は出身は函館ですか？函館ではなくてですね、秋田県の大館市という場所に、はい、なりますね。小京都と呼ばれてるところですまあそうですかね、まあ、ご飯とかはすごい美味しいイメージはすごい、あ、まあ、有名なのは、まあ、きりたんぽとか比内地鶏とか、そういうのは、あの有名な場所ですね。なるほど。やっぱりこう観光地としても、そのご出身の函館市はやっぱり大事にしているところもあると思うんですけども、はい、函館市もやっぱり観光都市としてこう大事にしながら、観光客の方々にも楽しんでもらい、なおかつこの地域の方々にもあの楽しみながら生活をして、街ににぎわいをというのがやっぱコンセプトにあるかなと思うんですけども、そういう意味でいうと観光地函館、この西部地区に関してはどんな風にあのこれからやっていきたいなって考えます？そうですね、僕自身もちょっと大学が教育大だったので、こっちその時に函館に来たんですけれど、それからで、まあ、一応函館市役所に入って今に至るって感じなんですけれども、
まあ、最初は僕自身も結構やっぱ函館でもう何ですか、全国的に見ても観光地として名高い場所ですので、僕自身もやっぱり、まあ、修学旅行で来たりとか、まあ、そういうイメージしか最初なかったんですけれども、まあ、案外住んでみて観光地みたいなのがいわゆる東京とかそういう場所とはまた違った魅力、まあ、人の良さっていうんですかね、あとはまあこう本当に歩いてみないと分かんない場所が特に西部地区は、はい、でそういう魅力があって、まあ、そういうところってやっぱりなんかこう市民に伝わってない部分もあれば、うん、知ってる人は知ってるみたいな、コアな情報とか、はいはい、なんかそういうのはもっとこうなんていうんですかね、もう市内も含め市外も含め知ってもらいたいなっていうのは僕自身あって、はい、まあ、そこに対してどう携われるかっていうのはちょっと試行錯誤中なんですけれども、はい、まあ、要はある資源をもう魅力っていうのをもっとこう知らしめるじゃないですけど、 そうですね、そこはでも本当にそれこそ藤本さんのこの西部地区ニュースとかっていうのももう本当にすごい素晴らしいなとは思ってて、今後もこういうこととか全然どんどん携わらせてもらうっていう形にはなるかなと思います。あの意外と函館市民も知らない場所いっぱいありますから、いやそうそうなんです、あの確かにそこに住んでる場所はなんとなく知ってるけど、はい、そこからちょっと離れたところにある施設とか、はい、あの建物とかってやっぱりそこで暮らさないと分からないこといっぱいあるじゃないですか、はい、でそこで暮らす人たちはそこで完結できればもう何にも問題ないですけど、でも町づくりとか人づくりとか全体、都市を作っていくっていうふうに考えた時にはやっぱり それぞれの良さとか魅力っていうのを発信するっていう、そこはすごく大事だなっていうのは、私はあの31年間ラジオ番組でパーソナリティさせていただいてて、その大事だなと思ってずっと発信あのさせてもらってきたところなんです。なのでだから発信の仕方ってこの先あとどんなことがあるかなと思って広く呼びかける、あるいはあの市民の方々にも知ってもらうのはあのすごく大事なことで、あと、まあ、函館ってどんな街なのかなって興味のある人がちょっとなんか検索したら、ああこんな面白いことがみたいなことがすぐ情報としてこう手に入る、そうです ね、今の SNS が発達した時代なので、はい、もういろんな形でできるかなと思って、何でもできるかなと思います。何していきますかね。もうなんかインスタとかツイッターとかもやっぱりあったりして、うん、あとは結構やっぱ高齢化っていうのが結構問題かなっていうのは一つとしてあって、はい、うん、まあ、あとはどこも対象っていうか、まあ、基本的にはもう全市民が対象なんですけれども、やっぱり若者とかやっぱり今後の10年後、はい、20年後っていうことも含めてやっぱ高校生大学生とかそういう方々にもやっぱり魅力をもっと知ってもらって、もう函館に来てもらう、住み続けてもらう、うん、そういうことが大事かなとは思います。そうですよね、はい、佐藤さんのように大館のご出身で大学を函館に来て、ね、よしじゃあ函館で就職しよう、はい、ご縁です、ぜひ。そうですね、ご縁があってもうそういう人をもっともっと増やしてもらう、インフルエンサーになってくださいまずは旗を振っていただく足がかりに西部地区に座って見てもらって、はい、ぜひ、はい、なんか力強い感じがいたします。それからもやっぱり、はい、すいません、ね、いやいや、それからも、はい、あのこの競争という形で町づくり、はい、町暮らしを、はい、皆さんで一緒にこう、はい、作っていく、はい、で、ね、ここの魅力をいっぱいこう発信して、で多くの方がやっぱり函館をね知っていただき、ここで暮らしていただけるような、はい、そんな形であの活動することを、はい、期待してますじゃなくて一緒にやりましょう。一緒にやりましょう。そうですね。それぞれでは競争なんだ。それが競争ですね。そうです、はい、共に作るということで、はい、競い合うじゃないですか。ね、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。忙しい中、今日はありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。このチャンネルはご覧の協力でお送りしました。